ちゃちゃ丸さんが一番手でしたね。おはよう。寝れましたか？なんか昨日満月でしたね。すごかったですよ、満月が。さあ、本日もサタデープラスがですね7時58分から、放送されます。今日もてんこ盛りな一日でございます。一日じゃないです、てんこ盛りな90分でございますけれども、梅沢富美男さんと石川蓮さんと野々村由紀子さんですね、ゲストの方が。うわー、これ大変そう。ひたすら試してがわらび餅ですって。餅ってたまるからな。しかもこれ梅沢富美男さんが参戦してくださってるんですよね。前回も結構きつそうでしたけどね、懲りずにご協力いただいたということで。どんな、なかなかね、わらび餅って、まあ今時期ですけど、いや、ちょっとさっき見たんですけど、ラインナップ、12種類あるんですけど、僕、馴染みあんの1個だけで、他がね、あ、こんなにいっぱいいろんな種類があるんだっていうのがありましたんで、ちょっとね、楽しみですね。そして、続きましてはですね、89歳、年金10万円で豊かに暮らすシニアに密着。情報量多いね。そんなことないか。年金10万円で、どんな風な、ね、豊かな生活が見れるのか、ちょっと。このね、コーナー結構ね、僕好きなんですよね。なんかこう、年齢を重ねるっていうのがね、すごく、ある意味、こういう楽しみ方もできるんですよ、みたいなのを提示してくれるんで。そして、自己流ライフですね。今回は沖縄、うわっ、この漢字読まれへん。本番楽しみにしててください。これ読まれへんかったらどうしよう。書いといてもらおう。これ何、泡とか栗とかにめっちゃ近いんだけど、西に米って書いて粟国島なんかな、これで。カフェを営む元ライターに密着。元ライターさんね、どんな自己流ライフが見れるのか楽しみですね。そして、あ、石川さんから大事なご報告もあります。そっか、ドラマに出演されてんですね。ユニコーンに乗ってですか。あ、永野芽郁さんが節目なのかな。インフルエンサー役なんですって、石川さんね。ちょっと告知されますんで、ぜひともそちらのドラマの方もお楽しみくださいね。で、あなたが伝えたありがとうの1枚は、あー、これはちょっと楽しみですね。ちょっとしたサプライズ、素敵。そしてオリジナルフォトフレームに写真、あ、これはもう入れてプレゼントします。あ、なるほどなるほど。そんなラインナップで本日は、お届けしていきます。よいしょ。なんか質問とかあれば、アグニで合ってんのか、アワか、アワグニか、アワと冷えとかのその泡か、泡国島でいいの。シュッとしたかっこいいな、ありがとうございます。昨日夜半身浴しました。痩せと、アグニ、アグニで合ってる。あ、ありがとうございます。みんなアグニアグニって。今日6時に起きたかな。あ、パラダイスのチラシ、あ、そうそう、舞台ね、楽しみにしててください。アグニ、もう分かりました。アグニ分かって、ありがとう。え、夜中雷鳴ってたん？どちらの地域なんでしょう。そうね、台風もね、今、順調にっていうのは言い方変だな、ごめんなさいね。こう、上がってってるので、
そのいろいろ警戒地域もあると思うので気をつけてくださいね。指ハート作って。なんか質問ある？絶賛夏期講習は、夏期講習あるんか。あ、今フリーズしてましたね。大丈夫ですか？皆さん聞こえてますか？大丈夫ですか？なんかそういうのやってなかったっけ？投げない注意してほしいです。投げないってどういうこと？捨て中？分かってますよ。はずいな。聞こえてるよ。いろいろ多いな。質問じゃなくてやってほしいこと多いな。チキチキバーズ。シュペです。フリーズわざとでしょ？あ、バレてるわ。どうしたらそんなツルツル肌になれますか？毎日あの昆布のあの昆布を炊いてあのろ過したやつをずっと塗りたくってる。嘘です。すいませんでした。失礼しました。先ほど昆布をろ過して顔にツルツル塗っているという間違った、やってないような嘘をつき申し訳ありませんでした。改めて訂正してお詫びしたいと申し上げます。あ、鮭バッグね。はいはい、お話は届いてますよ。結構皆さんね、あげてくれて、マリーちゃんとこうドッキングしてくれたりとかしてくれてね、ありがたいよね。ありがたいよねっていうのかな。まあ白ニキビできてないとか言うな、言うなし。できてません。会社行きたくないよ。いや、行くのか、今から会社か。気をつけて行ってらっしゃい。あ、夏風邪治りました、この通り。モノノフさん、そう、なんかね、代わりになんかいろいろと患者にのものをこう手に取ってくださったりとかっていうね。黒ニキビできてるって、これはお前ほくれ、これはお前ほくれ、お前すげえな。インライでいじってくるか。ゼリーマンね、ゼリーマンももう出ていきましたよ。ありがとうございます。はい、突然のキス、さっきのリクエスト。ロッキンの空き時間何するの？ロッキン今日は中止になりましたよ。ロッキンの瀬取り、あ、言いましょうか。ロッキン言いません。ほくろは今日何味ですか？今日は山椒ですね。前髪伸びたよ。ちょっとね、舞台に向けてどういう髪の毛にするかっていうのがまだプランができないので。それに唇カサカサや。あ、ほんまやな。後でリップしよう。ありがとうございます。髪の毛ゴワゴワやないかみたいなね。こうしたらカサカサに見えへんやな。もう一回はしませんよ、そんな簡単に。よ、鼻毛出てない？大丈夫。リップスティックリームください。リップスティックリームください。エクボに住みたい。誰がしゃくれ。カサカサでも可愛いわ。まあまあ他のパーツは変わらへんからな。それを可愛いと言ってくれるんだったらありがとうございます。あー、大倉くんがたまるちゃんゾーンに入ってたって言った時、あー、あれね、あれはですね、まあ、ちょっといつもと違うバージョンのあとは52があったんですけど、そこの時にですね、なんか3年ぶりぐらいかな、僕もね、ウェブでちょっと書いたんですけど、
いやもうやっぱ人によって僕は生かされてるというか、その周りの演者の方々によってこう いつもの自分が出せてるなみたいなのをより体感して痛感しましたねっていう、ね、ところですね。ありがとうございます。さあぼちぼち私リハーサルの方に行ってまいりますので、皆さんも素敵な一日にしてくださいね。いろいろとね大変なこともコロナ以外もありますけれども、皆さんがどうか元気で健康でいてくれていることを願います。ああそう、昨日のさインスタライブさ、もう残っちゃうけどさ、アーカイブしくじってたね。あんな練習したもんな。今日本番どうなっててんって話よね。いやいやそれはもう本番で決めますけど、カメラ意識しすぎたんですよあれ。あーごめんなさい、言い訳はもうこの辺にしておきまして、この後7時58分からサタデープラスが放送されますので、もし皆さんお時間がある方は見てください。じゃあ最後にマルちゃんちゃんきいきますか。カニ犬ワン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 、わー怖いな、こんな犬いたら怖いな、ふわーって寄生獣みたいや。いくぞ、カニ犬じゃんけんポン。今日私が出したのは拳上げのグーです。パー、あ負けた、ワンワン遅れてる人いるな。まあじゃあそんなことで行ってきまーす。皆さんおはようございます。行ってらっしゃいの人もいますね。行ってらっしゃい、ではバイ。